かなたちゃんはね、みんなでこの雑誌を読みたいんだ。はい。あ、それ、昨日発売の最新号じゃない。確か、スクールアイドルの特集が組まれてるんだよね。うん。だからみんなで見ようと思って持ってきたんだ。いいですね。早速見ましょう。それじゃあ、最初のページをめくるよ。ああ、はるかちゃんが乗ってる。うわあ、かわいい。え、この写真やばい。はるかちゃんかわいすぎ。どどい、最高。かなたさん？なんか、いつもの感じと違わない？かなたさん、はるかさんのことになるとテンションがすごく上がってしまうんです。なるほど、そうだったんだね。それにしてもかなたさんのあんな大きな声初めて聞いたかも。すごく妹思いなんだね。まあ妹の活躍する姿を見て嬉しくなる気持ちはわからなくもないわね。それにしたってかなたは妹は強すぎでしょ。でも全力で喜んでるかなたさんも可愛いんや。あ、ここに今度東雲学院が大きなライブに出るって書いてあるわ。そうなの、はるかちゃん今ライブに向けて練習をすっごく頑張ってるんだ。今からワクワクだよ。はるかさんのライブ楽しみですね。私も見に行こうと思います。リンも行きたい。はるかちゃんのライブ生で見たいや。それならみんなで行かない？私もライブ見に行きたいって思ってたんだ。いいじゃない。実はニコも前々から気になってたのよね。じゃあこの日はみんなでライブを見に行きましょう。ああ、ありがとうみんな。それじゃあ今からはるかちゃんへの行動を練習しよう。え、今から？もちろんだよ。それじゃあ行くよ。ラブリーはるか、ラブリーはるか。はい、みんな真似して。ラブリーはるか、ラブリーはるか。いいよいいよ、パーフェクト。この感じで本番もみんなではるかちゃんをいっぱい応援しようね。